日本政府、石炭火力発電所の大半を休廃止へ。本日、日本政府が国内にある効率の悪い石炭火力発電所のうち、およそ9割弱にあたる100機について、休廃止をする方向で調整に入ったことが明らかになりました。こちら、2030年度までに段階的に 対応してていくとされておりますが現在日本においては原発の多くが止まっておりますけどもまあそういった中で電力がなんとか確保できているのはこういった火力発電所のおかげでございますので日本政府にはこのような効率の悪いとされる火力発電についても完全に廃止するのではなく いいいつででも発電できるるよよううに、に状態とするようにお願いいたしま,すまたこういった発電所の休止については最新型の石炭火力発電所を導入しながら必要な電力が確実に確保できた時点で順次休止措置を講じるようにしていただき またそれと合わせて、既存の原発に代わる新しいですね、最新型の原発についても新たに建設をしていただき、古い原発も順次止めていくようにお願いいたします。また政府は再生可能エネルギーの比率も高めようとしているようでございますが、現状、 再生可能エネルギーと言いますと、自然相手の発電ということになりますので、天候に左右され、災害にも弱いという欠点がございます。まあ、ただ、水力発電、揚水発電と同じコストの蓄電池も開発されつつありますので、こういった最新型の蓄電池を使用すれば、昼間に太陽光発電で 発電した電力を蓄電池に貯めて、夜や天候が悪い日にですね、使用することも可能になってくる可能性もございます。また、日本であれば、地方を海に囲まれておりますので、海の流れを利用する、潮流発電を再生可能エネルギーの主力にするべきでしょう。日本は、 再生可能エネルギーの導入が進んでいるようなヨーロッパ諸国とは違い大量の電力を消費する国でございますので再生可能エネルギーを導入しようといたしますと太陽光発電も風力発電も日本の狭い土地にかなり大規模に建設する必要が出てきますのでなかなか 難しいというですね、問題もございます。日本政府にはまずは、日本の電力が安定的に安く確保できるような対策を進めつつ、そういった対策の効果が出てきた時点で、このような発電の見直しを進めていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。